まずはうつ伏せになり足の裏をくっつけて上下に動かしましょう。足で大きなひし形を作るイメージです。お尻の穴をキュッと締めてお尻の中心に力を入れましょう。高く上げなくても大丈夫。お尻と背中を意識して行いましょう。目線は上げずに顎は引くようにしましょう。さあ頑張って。次は肘をついて片足を上げ下げします。背中が反らないように気をつけましょう。背中はまっすぐにしてお尻の力で足を引き上げます。肘は肩の真下にセット。つま先は遠くに伸ばします。骨盤は床と平行になるようにしましょう。足を上げるときに体が横に開かないように注意しましょう。反対側も行います。体がぶれないように頑張りましょう。骨盤は床と平行に。勢いに頼らず自分のペースで大丈夫。お尻全体に効いているのを感じましょう。次は仰向けになって足を伸ばし腰を上下に動かします。かかとの位置は床と直角になるようにしましょう。伸ばした足はなるべく固定してお腹全体を引き上げます。お腹だけでなく胸も上げるようなイメージで行うと背中全体が浮きます。かかとで床をグッと押すようにするとお尻に効くのがわかります。さあ頑張って。反対足も行います。足が上下に動かないように気をつけましょう。ずっと床を押さえつけてお腹から胸を引き上げます。息を止めずにしっかり呼吸して頑張りましょう。足の裏同士をくっつけてお腹を引き上げる動きです。膝は離すようにしましょう。足で大きなひし形を作ります。お尻の穴をキュッと締めるイメージで行いましょう。お尻の中心に効いているのがわかります。最後の動きです。しっかり呼吸しながら頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のトレーニングはヒップアップ効果
果の高いトレーニングを6種類やらせていただきました。ヒップアップのトレーニング方法たくさんあるんですけども、四つん這いになった時に背中が結構反りやすいっていう方は、今回のトレーニングのように肘をついて足を上げる運動などをすると腰にも負担が少なくすることができます。あと仰向けの状態でお腹を引き上げる動作も、腰を反らせるというよりかはお腹全体をこう天井に持ち上げるようなイメージで行うと体幹全体も鍛えられますし、お尻自体にも効きやすくなります。ぜひやってみてください。一緒に綺麗なお尻作りをしていきましょう。ではまたこの動画でお会いしましょう。またねー。